石像1200羅漢、あたご念仏寺の後、京都市東山区あたご念仏寺は、京都市右京区佐賀にある、天台宗の寺院。三号は、東岳山。本尊は、薬よけ千樹観音。別名1200羅漢の寺。あたご山あたご神社三道の三麓の入り口に位置する、佐賀の巡りの始発点として知られる。天平神後2年。 聖徳天皇により今の京都、東山松原通りの地、六原三寺の近くにあたご寺として創建された。寺名の由来は、山城国あたご郡に初めて建てられた寺院だからだという。平安時代初めには、新言州当時派の末寺となっていたようである。第五天皇の時代、すでに荒れ寺となっていたところ、近くを流れる鴨川の洪水で道右を流出、廃寺となってしまった。 その後、第五天皇の命により天台宗の戦艦内部が復興した。念仏商人と呼ばれていた戦艦が当時で念仏を唱えていたことから、当時はその名を、あたご念仏寺と改め、天台宗に属した。この際一旦罠などを伽藍を備え直眼寺としての、定裁を整えたが、その後は後輩を繰り返し、最後は本堂、地蔵堂、二王門を残すばかりとなった。 1922年、本堂の保存のために現在地に移築、移転し、復興を図る。しかし、太平洋戦争中に矛盾となり、1950年の JN 台風で、当時は大きな被害を受けて荒れ果ててしまい、ついに廃寺となった。1955年、仏師で僧侶の西村校長が、天台州元山延暦寺から、 当時の最高を命じられ、住職に任じられたが、引き受けるのをためらったという。清水寺、漢寿、大西両家の、それだけ傷んでおれば、草一本むしり取っても、石一つ動かしても、お前は復興者、復興者やと言ってもらえる。わしも手伝ってやるからとの激励を受け、復興に取り掛か,かった。以来、物資として、全国を飛び回る傍ら境内の整備を行っている。 1980年には10年がかりの二王門の解体修理が始められたほか、本格的に境内の復興に着手している。翌1981年からは、一般の素人の参拝者が自ら羅漢像を掘って奉納する昭和の羅漢掘りが始められた。当初は500体が目標だったが、10年後には1200体に達した。ありがとうございます。